ダグラス・ハイドはアイルランドの学者、初代アイルランド大統領、アイルランドにおいて影響力のある文化組織ゲール語連盟を設立した。1992年から発行されていたアイルランドの50ポンド紙幣に肖像が使用されていた。ロスコモン県カスルリーで生まれた。父、アーサー・ハイドはプロテスタントのアイルランド国教会の教区司祭であった。 1867年に父の移動に伴いフレンチパークへ引っ越し、そこで地元の老人らが話すアイルランド語に幼いハイドは魅了された。当時英語より劣るものとされ、見下げられていたアイルランド語にのめり込んだものの、父親のように教会の仕事について欲しいとする家族の期待もあり、彼はトリニティカレッジへ入学し、フランス語、ラテン語、ドイツ語、ギリシャ語、 ヘブライ語に精通するようになる。1893年、ゲール語連盟を設立する。ハイドは、シンフェイン党とアイルランド独立運動とは、関係を持たなかったが、アイルランド自由国の行政評議会議長であった、友人、W.T. コズグレーブに依頼されて、シャナズエアラン議員に立候補し当選した。しかし、プロテスタントであること、離婚の合法化指示などから致命的なダメージを受け、 1925年に議席を失った。その後、ハイドは母校の教授となった。1938年4月、すでに教職を退いていたハイドはアイルランド大統領に選出される。独立運動から中間の立場に身を置いていたこと。天人髭を生やした風貌を、温かな人柄から、ハイドは国民に人気のある大統領であった。 アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトはハイドを優れたそして白式な老人子と呼んだ。また、大統領時代のハイドはイギリスをジョージ5世と切手収集について書簡を交わしていた。1945年6月25日に大統領職を満了したが、悪化していた体調のために故郷ロスコモン県の自宅へ戻ることはなかった。新たに移り住んだ自宅で四年暮らした後、 1949年7月12日夜、89歳の生涯を閉じた。聖パトリック大聖堂にあるダグラス・ハイド記念碑アイルランド前大統領として、ハイドは国葬されることになった。ここで儀礼上の問題が持ち上がった。アイルランド国境会新とであったハイドの葬儀は、ダブリン市内の聖パトリック大聖堂で行われることになった。しかし当時の宗教規則は、 カトリック信徒が国境会行事に出席することを禁じていたのである。その結果、プロテスタントであったノエル・ブラウンを除いた当時の閣僚らは聖パトリック大聖堂の外で葬儀を見守ることとなった。ハイドの筆儀が大聖堂を出ると閣僚らは行列に加わった。英文でバレラは葬儀に出席せずフィアナフォールの長老で、 アイルランド国境会新徒であったアースキン・ハミルトン、チルダースが代理として出席した。ありがとうございます。